ビルヘルムヒスは、スイスの解剖学者、教授、ミクロトームを発明した。科学者らは、動物の肉を酸と塩で処理して硬化させ、ミクロトームで非常に薄くスライスすることで、顕微鏡で、組織や細胞の構成や機能を、さらに研究できるようになった。貴族の家系に生まれ、バーゼル、ベルリン、ビュールツブルグ、ベルン、ウィーン、パリで医学を学んだ。 1854年に博士号を取得し、1856年にバーゼルでハビリテーションを取得した。1857年、26歳の時にバーゼル大学で解剖学と生理学の教授となった。1872年にライプツヒ大学の教授になる連絡を受けた。内秘という言葉を導入し、それ以前は上皮と一緒にされていたこれらの内膜を区別し、 発達中の肺葉との関係についての理解を深めた。鶏の肺をスリットゴム管と比較したヒスによる図。ヘッケルとは反対にある部分が別の部分により大きくなると構造の形状が機械的に決定されると主張した。特にソフト遺伝質のあらゆる形態を否定した。彼による一説によるとそれが論爆されるまで私は 個人的な生涯の間に獲得された形質は遺伝できないという声明を支持する。この一説は1874年の著書運世で、コーポフォームウンとダズフィジオロジシャプロブレムイアラー演手低音に由来する。これが歴史的に重要となったのはアウグスト・バイスマンが同様の発言をした1883年からであったという。反復説の発展の正当化と、後に、 両脳唇と呼ばれる発達中の脊椎動物の五脳内の肺体の特定に使用されたエルンストヘッケルによる肺の図の信憑性に異議を唱えたことも知られている。1879年から1886年の間に2週間から8.5週間までの発達での12個の人の肺を集めた神経系の発達に関する画期的な研究を行った。例えば、 指への神経の発育の進行を観察している。1892年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選出された。1895年までにライプツヒ大学の解剖学教授であったとき、死体の頭の顔の組織の深さを正確に測定し、頭蓋骨からバッハの顔の三次元再構成を発表した。はじめに、 針を死体の組織に押し込んだ時に、針の上に乗る小さなゴム片を有する細い針を使用して、組織の深さのデータを収集した。針は骨に対して直角に配置され、その点が骨に触れるまで組織に押し込まれた。ゴムの変異は、自殺した24人の男性と4人の女性と、消耗症で死去した9人の男性の15の特定の場所について測定及び記録された。 同盟の医師、循環器学者のビルヘルムヒスは息子である。ありがとうございます。